はい、どうもザキューブです。今回ですね、こちらオールドキューブ iPlay 50 ミニを入手したのでレビューしていきたいと思います。今回の iPlay 50 ミニ最大の特徴は8インチという絶妙すぎるサイズ感なところでしょう。 Android タブレットといえば10インチ以上のものがほとんどです。6インチなどはすでにスマートフォンの領域にあるため、7インチサイズは絶滅している状況です。漫画や動画を快適に見たい、ただ10インチサイズは持ち運ぶのが面倒だ、そういった需要に8インチは最適だと思います。しかし8インチということ自体が希少しと言ってもよく、この iPlay 50ミニを除くと残りはレノボのレギオン Y800 というハイエンドタブレットぐらいしか選択肢がありません。入手性が悪く、しかも高いため、これは選択肢としては微妙です。そんな中、オールドキューブお得意の超格安帯でこのサイズを出したことが大きいでしょう。実際に使った感想をお伝えしていこうと思います。またこのサイズだと車載需要もあると思いますので、そのあたりもしっかりと見ていきたいと思います。では早速見ていきましょう。はい、というわけでまずはざっとスペックの方見ていきましょう。 SoC はもうお腹いっぱいのユニソック T606 を採用しています。定額中華安タブといえばもうおなじみのユニソックですね。先に言っとくと iPlay 50 ミニは基本的にローエンドタブレットなので、動作感はそこそこレベルです。メモリは 4GB、 ストレージは 64GB で SD カードもサポートします。ディスプレイが一番の特徴で 8.4 インチフル HD IPS 液晶を採用しています。このサイズであれば HD サイズを選択しそうなもんですが、しっかりとフル HD サイズなので動画や漫画といったメディアコンテンツにも適しています。またワイドバインレベル1にも対応しているのがポイントが高いです。ソフトバンク回線と相性が良い 4G バンドにも対応しています。ちょうどよくニッチな需要ながら、価格は 1.5 万円からアリエクのセールなどでは 1.2 万という超価格なタブレットとなっています。入ってきてデザインの方を見ていきましょう。やはり一番の特徴は8インチという珍しいサイズなことでしょう。タブレット的な使い方に適していながらも、片手でつかめるサイズ感は絶妙としか言いようがありません。スペースグレーの本体はおそらくプラスチックが使われています。サラサラとした質感で悪くないですね。金属ではなく、重量は 292g とかなり軽量です。8インチというサイズに求めているのはコンパクトさと持ちやすさなので、このチョイスは正解だと思います。背面はとてもシンプルで5メガピクセルのカメラがついています。側面はとてもシンプルで厚みは 7.5 ミリとタブレットとしてはかなり薄めだと思います。電源ボタンと音量ボタンが並び、反対側には SIM トレイがついています。そして上面には USB Type-C がついています。絶滅傾向にあるイヤホンジャックは角に配されています。やや特殊な位置ですが、あるだけ良いかなと思いますね。ディスプレイは 8.4 インチでまさにちょうどいいサイズです。ディスプレイについてはまた後ほど詳細を見ていきます。全体的にシンプルですが、質感は悪くありません。8インチというサイズと持ちやすさ、軽さがポイントと言えるでしょう。ディスプレイは横 1980ピクセル、縦 1200ピクセル のフル HD プラスの IPS パネルを採用しています。このディスプレイサイズであれば HD 画質と妥協することも多いですが、しっかりとフル HD をサポートしています。ベゼルはそこそこありますが、漫画や動画で使う場合は掴む部分が必要なので、必ずしも悪いとは言えません。ディスプレイには初めからハーフグレアのフィルムがついています。画面の輝度とコントラストともに一般的に使用する範囲であれば十分すぎるレベルじゃないかなと思います。普通に価格から見てもワングレード上のレベルと見劣りしないと思います。8.4 インチという絶妙なサイズは動画視聴の他に電子書籍の利用にも適しているでしょう。8インチを望んでいる人の多くは電子書籍需要なのかなとも思ったりします。そういった需要を睨んでフル HD にしたんだろうなとも思います。今回純正ケース、キーボード、あとスタイラスもいただきました。まずは純正のケースです。カバー自体はシリコンでフリップがついています。残念ながらフリップはマグネットではなく、また本体自体のマグネットウェイクアップには非対応です。またスタンドにもなります。コンパクトさを失わずしっかりと保護できるので、もし同時に買えるなら購入したいアイテムですね。キーボードは Bluetooth で接続するものです。特にタブレット側と物理的に接続するわけではありません。専用品なのかと言われると微妙で、おそらく汎用品だと思います。キーボードは単体でバッテリーを持ち、 USB-C で充電することができます。打鍵感については、まあこんな感じでそこそこ打ちやすいんですが、いかんせん薄いのでパタパタと音がしますね。でスタイラスについては、まあこれはスタイラスっていうんですかね、多分違うと思いますね。まあ広くはスタイラスだと思うんですが、これで絵を描いたりするのは難しいと思います。あくまで指の補助ぐらいのものでしょう。で反対側には、はい、このタイプの先っちょがついています。見えますかね。はい、これでも、はい、操作をすることができます。 OS は Android 13をベースとしています。
これまでのオールドキューブタブレットではほぼ素のアンドロイドが基本でしたが、意外なことにアイコンや細かい設定部分など若干ながらカスタマイズがされています。特に設定画面はカラフルなアイコンが使われており分かりやすくなっていますね。アイコンパックは初期で3つ用意されており変えることができます。またストアよりダウンロードすることも可能です。最近のまともな Android にはついているバーチャル拡張メモリー機能がついています。格安タブレットでこれがついているのは珍しいですね。 4GB、6GB、8GB と拡張することができます。元は 4GB で最近の基準で言うとやや物足りないメモリ容量なので、最高で 12GB まで拡張できるのは良いですね。iPlay 50 mini はユニソック606を採用しています。正直中華安タブレットのユニソックはマジでもうお腹いっぱいです。一時はほどほどのスペックだったんですが、最近の基準で言うなれば完全にローエンドスペックです。実際にアンツツでは24万点ほどですね。2、3年前であればこれでも良かったんですが、せめてディメンシティ世代が欲しいところです。たださすがに20万点であれば満足とは言わずとも、ある程度は使えるレベルにはあると思います。実際に最新のハイエンドとは雲泥の差ではありますが、我慢できないほどではないですね。口実しますが、車載タブレットなどの用途であれば十分すぎる動作感だと思います。試すまでもありませんが、原神などの重いゲームは満足にプレイすることはできません。 iPlay 50 mini はワイドバインレベル1に対応しています。この価格帯であれば絶対に削られる部分をしっかり対応しているあたりにオールドキューブのこだわりを感じます。でここで残念なんですが、ワイドワインは確かにレベル1になってるんですが、 Netflix の高画質ストリーミングには非対応でした。 Netflix アプリで再生しようを見るとレベル3表記になってしまうんですよね。はい、こんな感じで Amazon プライムでは高画質ストリームが可能なため、これはネットフリ側が非対応のようですね。こうなると思い出すのが、最近だと 2way のタブレットで同様の事例がありました。 2way の場合はアマプラでしたが、これが炎上したのは公式で対応を謳っていたからです。一方でオールドキューブはというと、確かにネットフリの表記はありません。これはどうなんですかね。確かに書いてないんでだいぶグレーですが、一般的にワイドバインレベル1を対応していると言ったら対応していると認識されてしまいますよね。まあこの件に関してはあくまで現時点での話なので、今後のアップデートでは対応されるかもしれません。とりあえず現時点で言えるのは、 Netflix の最高ストリーミングは非対応ということです。 Netflix が必須条件の方は気をつけたいところです。今回は車載タブレットとしても使ってみました。最近の車であれば Android Auto など最初から連携が考慮されているんでしょうが、私の車のようにやや古い車ではナビが対応していません。 Android Auto 専用のカーオーディオなどもありますが、 Android Auto 自体がそもそも制限があるのでやや使いづらい場面もあります。タブレットを車載した方がいろいろとはかどると思いますが、実際に iPlay 50 mini はその用途に適しているでしょうか。今回タブレットを設置するために別途アームを設置しています。まず 8.4 インチという絶妙なサイズ感は車のダッシュボード上においても視界を遮らないですね。思った以上に私の車にベストなサイズ感で収まりがとても良いです。実際に画面の表示も IPS 液晶ながら視認性も良いです。明るい道に出たとしても見づらいということはありません。車載にするのであれば、ディスプレイの録画面を何かしらのアプリでカスタマイズするなどの工夫は必要そうですね。スペック自体はユニソック606なのでぬるぬるとはいきませんが、普通に数年前のカーオーディオなんかよりはるかに操作性は良いので、めちゃくちゃ相性は良いと思います。また画面のスプリット表示にも対応しています。一方に Google マップのナビゲーション、反対側に YouTube ミュージックなどを表示すればほぼ Android Auto に近いことができます。また運転中に絶対してはいけませんが、 YouTube などももちろんスプリット表示に対応しています。Android Auto のように制限はもちろんないため、無駄に高価格なカーオーディオを積むより安上がりで満足度は高いような気がしますね。ちなみに私はメインスマホでテザリングで使っていましたが、車載専用の 4G SIM を安く調達しても良いかもしれません。車載タブレットにおいて重要なのは GPS の有無でしょう。どんなにスペックが良かろうと車載をするのには GPS が必須です。タブレットにおいて GPS はコストカット部分なので、最近だと Xiaomi Pad 6では非対応など意外と搭載は珍しいんですよね。 iPlay 50 mini ではこの低価格ながらしっかりと GPS を搭載しています。っていうかこれはオールドキューブ的にも車載を意識していますよね。一方車載タブレットにおいてはその他の各種センサーの有無も重要で、ジャイロセンサーは信号を失った期間におけるマーカーの補正などに使われます。iPlay 50 mini はジャイロセンサーは非搭載です。実際にジャイロセンサーがない場合にマップの挙動は一体どうなるでしょうか。まず普通に目的地を設定して走った結果としては全然普通に使えますね。自社の向きも自動で回転するため、本当にスマホでナビゲーションとしているのと何も変わりがありませんでした。
一方で目的地をわざと過ぎて運転した場合の向きの補正はなぜか動いていませんでした。道自体は正しく動いているものの、矢印が完全に別の方向を指していますね。この制度は山道や複雑な都市港などを運転するときはちょっと不安になるかなと思いました。結果としては基本的に使えるものの、やや制度が信頼感に欠けるかなという感じでしょうか。見知らぬ道を走るのはちょっと怖いですかね。どちらかというと音楽や停車時の動画再生といったカーオーディオ的な使い方がベストなのかなと感じました。一応スピーカーの音も見ていきますが、スピーカーはですね、残念ながらモノラルになっています。音質は正直ゴミだと思います。ちなみに補足ですが、画面を持ち上げての起動やタップでの起動、そういったものは対応していません。すべて電源ボタンを押す必要があります。はい、というわけで総評としてはやはり8インチというサイズとそこそこ動くスペックで 1.5 万を切るというのが大きいでしょう。とりあえずコンテンツをある程度再生できればいいやと思う人はこれをお勧めすることができると思います。行き帰りの通勤でコンテンツを見るといった用途にはもってこいだと思います。また車載に関しても下手な Android オートのカーオーディオを使うよりも程よいサイズ感かつコンテンツを制限されないタブレットの方が使い勝手が良いです。マップに関してはやや不安点が残るのが残念な点ですね。ナビゲーション自体は車のナビで、コンテンツ再生をタブレットというような用途には良いかもしれません。はい、というわけで今回こちら iPlay 50 mini の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃればチャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。